ん？ん？何これ？ん？何これ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 ？どうもメガネです。とうとうやってきました、こちらゼンハイザーモニタルトゥルーワイス4がやってきた。ということで今回はゼンハイザーモミタイムトゥルーワイス4が届いたのでファーストインプレッションとして開封したり、こちら前作のゼンハイザーモミタイムトゥルーワイス3と比較したりっていうのをやっていこうかなというふうに思います。一応後日ゼンハイザーモミタイムトゥルーワイス3との比較動画を出したり、こちらソニー W1000X Mark V だったりテクニックスの EH-AZ80 と比較して全面戦争の動画も出してみようかなというふうに思っております。ということでゼンハイザーモミタイムトゥルーワイス4、世界最強だと思われる完全ワイヤレスイヤホン、どんな風になってるのか早速見ていきましょう。ということで箱の中身はこんな感じで、ゼンハイザーモメンタムトゥルーワイス4の箱と、あとは期間限定か初期ロット限定かのこういうようなシリコンポーチもついてきましたね。ということでゼンハイザーモメンタムトゥルーワイス4の箱はこんな感じで、右側がゼンハイザーモメンタムトゥルーワイス3前作なんですけれども、パッと見の印象は一緒なんですけれども、箱のサイズがかなりコンパクトになったかなというふうに思います。ということでまずはこれがクイックスタートガイドが1冊入ってるのと、こちら今回の本体のゼンハイザーモメンタムトゥルーワイス4のこちらブラックモデルを今回購入しましたね。ということで同梱物はイヤーピースとイヤーフィンが入っているのと、 USB Type A to Type C のケーブルが1本と、あと先ほどのクイックスタートガイドと技適とか PSE マークとかそこら辺が書いてある紙と、あと安全に関する注意事項っていうところで取説っぽい取説のないのかなというふうに思います。イヤーピースはこんな感じで中央がくり抜かれたような感じになっているので、耳垢とかは入りづらいようになってはいるものの、音はダイレクトに届けるような構造になってますね。ということでゼンハイザーモメンタムトゥルーワイヤレス4本体がこんな感じになっていて、前作のモメンタムトゥルーワイヤレス3と比較するとこんな感じですね。今回購入したカラーがグラファイトっていうカラーで、こちらのゼンハイザーモメンタムトゥルーワイス3もグラファイトなんですけれども、ケースのカラーが結構違ってますね。モメンタムトゥルーワイス3は明るめのグレーだったんですけれども、4になると結構暗めのグレーがグラファイトとして採用されております。ケースのインターフェースに関しては前と同じで、インジケーターとあとは USB-C の端子がついてるだけで、ワイヤレスイヤホンにも対応してるんで、まあ、ここの充電端子を使うことはないかなというふうに思います。まあ、ケース開けてもこんな感じで、基本的にはモメンタムトゥルーワイス3と同じような感じで、グラファイトのカラーとしても一緒ぐらいかなというふうに思います。本体取り出してみても、こっちがモメンタムトゥルーワイス3で、左側がモメンタムトゥルーワイス4なんですけれども、グラファイトカラーで比較するとほぼほぼ一緒かなというふうに思います。まあロゴ部分に関してもスピン加工されているだけでほとんど変わらんかなというふうに思います。ということでスペックに関してもね、見てみるとこんな感じになっていて、スペック上はほとんど変わりないっていうところで、連続再生時間だったりコーデックだったりは変わってるぐらいで、スペック上はほとんど進化なしっていうところですね。ただノイキャン性能が向上したり、ドライバーがちょっと変わったりっていうところで、スペック面では見られないところがめちゃめちゃ進化してるようなので、早速音楽聴いていこうかなというふうに思います。ということで、ゼンハイザーモメンタムトゥルーワイス4と3、ちょっと聞き比べてみたんですけれども、全体的な傾向としてはそんなに変わらんのかなというふうに思います。ゼンハイザーモメンタムトゥルーワイス3の時点でかなり高音質で、まあ、低音もね、高音もバランスよく鳴らしてくれて、まあ、個人的には高音が結構綺麗に響いてくれて、まあ、音楽をより楽しむことができるかなというふうに思います。今回のモメンタムトゥルーワイス4はその正当進化系な感じがしていて、より低音は迫力あるんですけれども、音数が結構増えたような気がしますね。モメンタムトゥルーワイス3の時点でかなり音数は多くて結構満足できる音質だったんですけれども、モメンタムトゥルーワイス4だとより音を細かく認識することができて、より音楽を楽しむことができているのかなというふうに思います。まだサクッとしか聞いてないんで何とも言えないところではあるんですけれども、モメンタムトゥルーワイス4は確実に3より進化してるかなというふうに思います。詳しい音質レビューはブログ記事だったり本ちゃんのレビュー動画でやっていこうと思うので、今のうちにねチャンネル登録していただければというふうに思います。ということでね、ノイキャンも試していこうかなというところで、前作のモメンタムトゥルーワイス3に関してはノイキャン性能は結構低めだったんですけれども、モメンタムトゥルーワイス4どんな感じなのかっていうのを試していこうかなというふうに思います。ということで今空気清浄機をガンガン回してるんですけれども、その状態でモメンタムトゥルーワイス4でどんぐらいノイキャン効くのか試していこうかなというふうに思います。おおおおえおおこれおええ、ちょっと待って。ちょっと待って。これすごいんちゃう？これはすごいんちゃう？これはいいな。これはいいぞ。
ってことで空気清浄機つけてモメンタムトゥルーアイス4のノイギャン性能見てみたんですけれども、モメンタムトゥルーアイス3だったら空気清浄機の音がさーって聞こえてたんですけれども、今回のモメンタムトゥルーアイス4ではスーっていうような感じでかなりノイギャン性能を向上してるかなというふうに思います。最強クラスのソニー WS10X Mark V には一歩及ばずっていうようなところではあるんですけれども、まあ、それでもテクニクスの EH-AZ80 に匹敵するくらいのノイギャン性能があるかなというところで、めちゃ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 いいですね、これマジで。というのも過去の動画で究極比較っていうので、ソニー WS10X Mark V とテクニクスの EH-AZ80 とジャブラエリート10とゼンハイザーモメンタムトゥルーアイス3、こちら総額15万円を超えた比較の動画でお話ししたんですけれども、個人的に最強のイヤホンっていうのがノイキャンが強くなったゼンハイザーモメンタムトゥルーアイス3というお話だったんですけれども、今回のモメンタムトゥルーアイス4はマジでその理想形を叶えてくれてるイヤホンとなっております。ほんまにゼンハイザーさんにはめちゃめちゃ感謝っていうところで、ノイキャン性能に関してはめちゃめちゃ向上してますね。続いてはガイドの取り込み機能っていうことで、音楽かけてみて実際どんな感じで聞こえるのかっていうのを試してみようかなというふうに思います。なんか今外音取り込み機能にしたんですけれども、左耳のイヤホンで結構チリチリって音が聞こえちゃってるので、もしかしたら初期不良を引いてしまったような気がするような気がしますね。もしかしたら数日で治るかもしれないんですけれども、とりあえず外音取り込みやってみようかなというところです。モメンタムトゥルーアイス3はどうだ。なるほど。ということで実際に音楽かけてみて外音取り込み機能どんな感じなのか試してみたんですけれども、3だとホワイトノイズのせいで若干音がザラついてるような感じがしたんですけれども、4になるとホワイトノイズちょっと減ったので、まあ外音取り込みとしては聞きやすくなったのかなというふうに思います。ただちょっとまだホワイトノイズがあるっていうのと、初期不良を引いたせいなのかちょっとチリチリっと音がするので、外音取り込みに関してはちょっと様子見かなというふうに思います。ということで続いてはアプリなんですけれども、アプリに関してはいつものゼンハイザーのスマートコントロールアプリで、こんな感じで挿入してくださいよ、ペアリングしてくださいよ。で操作内容に関しては、左1タップで多分外音取り込み機能で、2タップで曲戻しで、3タップでノイギャンかな。右に関しては1タップで再生停止、2タップで曲送り、3タップで音声アシスタントで長押しで音量を上げるっていうような感じになってそうですね。ただイヤホンの操作内容に関してはカスタムできますよっていうところで、こんな感じですね。ファームウェアアップデートが来てますよと。31分、ちょっと待てよそれは。そうですか、やってやろうじゃないか。ってことで実際にアップデートが完了したので最新の状態になりましたよというところで、アプリに関しては基本的にはゼンハイザーモメンタムトゥルーアイス3とあんまり変わらないかなというところで、接続っていうところで今マルチポイント設定してないんですけれども、マルチポイント設定したら設定したデバイスが一覧で表示されて、多分デバイスの切り替えとかもここでできるかなというふうに思います。この機能があるとマルチポイントの誤認識があった時、バグった時にも全然問題なく使用することができるかなというふうに思います。でその下が外音取り込み機能についてで、今ノイキャンつけてるんですけれども、外音取り込みにしてみると、あ、なるほどね、こんな感じねっていう感じで切り替えることができて、外音取り込みの音量も簡単に切り替えることができます。でここがめちゃめちゃ便利なところで、外音取り込みをつけるのと再生一時停止を同時にできるっていうところで、まあテクニクスの EH-AZ80 とも一緒なんですけれども、いちいち音楽を止めてから一時停止してから外音取り込みする必要がないので、めちゃめちゃ便利な機能です。イコライザーに関してはこんな感じで5バンドで調節することができるのと、あとはプリセットで何種類か用意されているもので簡単に変更することができます。あとはサウンドパーソナライゼーションっていうことで、自分の音楽の好みに合わせてイコライザーを変更できますよっていうものがありますね。であとはアクティブノイズキャンセリングっていうところで、オフと風切り音低減モードと、あとは普通のノイキャンの3種類を変更することができますね。あとはサウンドゾーンっていうことで、自分の住んでる場所だったり、まあ、スーパーだったりジムだったり学校とかに到着したら自動的に外音取り込みにするとか、そういうものを変更することができます。まあ、これに関してはね、ゼンハイザーモメンタムトゥルーアイス3の時に1本動画撮ってるので、そちらをご覧ください。であとは操作内容の変更ができますよというところで、操作内容に関しては一覧としてこうなっていて、モメンタムトゥルーアイス3とそんなに変わらないかなというふうに思うんですけれども、こちらの風切るの防止っていうのが新しく追加されてるような気がするんですけれども、この操作内容の変更があることによって、家に帰ったら風切り音低減をオフにして、外に出る時に風切り音低減をオンにするっていうようなことを手動で簡単にすることができるのはめちゃめちゃありがたいですね。これに関してはゼンハイザーモメンタムトゥルーアイス3のブログ記事か YouTube 動画のどっかで言ったと思うんですけれども、もしかしたらその意見が通ったかもしれないっていうところで、もうゼンハイザーさんにめちゃめちゃ感謝ですね。長押しに関しては、長押しをしている間ずっと継続的に音楽が上がったり下がったりするって感じですね。あとはフィッティングテストっていうことで、ちゃんと耳にフィットされているのかを計測したり、即音ってことで、これは電話ですね、電話の時の即音をどうするのかっていうのを設定することができますね。まあ、基本的にはゼンハイザーモメンタムトゥルーアイス3とそんなに機能的には変わらないと思います。で設定項目に関しては、アプトウィックスアダプティブの 96kHz の 24bit
ットをオンにするかどうかっていうのを設定することができますよと。まあ、これに関して多分ゼンハイザーワンダムトゥルーワイス3の最新のファームウェアアップデートでも対応してたというふうに思いますね。あとは低遅延モードがあるっていうことで、これはめちゃめちゃ便利なので個人的にはありがたいですね。あとはゼンハイザーのイヤホンでよくある操作音をなくすってこともできるので、まあ、個人的にはね操作音は必要ないのでオフにしております。あとはコーデックっていうところで音楽を流せば、おアプト X で接続されてますよと。あと製品情報だったりバッテリーエコモードっていうのがあったり、バッテリー保護モードがあるっていうことで、あなるほど、アプト X を無効にすることで再生時間を伸ばしますよと。ゼンハイザーマウンテンツルワイス3だったらバッテリー問題結構多発したので、こちらに関しては一応オンにしておこうかなというふうに思います。ってことでアプリに関してはゼンハイザーマウンテンツルワイス3プラスアルファくらいの機能っていうところで、まあ、いつも通り使いやすいアプリかなというふうに思います。続いては通話性能なんですけれども、この収録終わった後に通話性能、ゼンハイザーマネタイズツールワイス4と3どちらも収録しようと思うので、編集中の自分に任せてテロップでどんな感じだったのかっていうのを入れておこうかなというふうに思います。現在はゼンハイザーモメンタムツールワイス3で録音しております。音声はいかがでしょうか。今は静かな環境で録音しているので比較的綺麗な音で届けられているかなというふうに思います。音声はいかがでしょうかっていう感じで聞こえます。現在はゼンハイザーモメンタムツルーワイス3で録音しております。音声はいかがでしょうか。今は空気清浄機と換気扇をガンガン回しているので結構騒々しいかというふうに思います。音声はいかがでしょうかっていう感じで聞こえます。現在はゼンハイザーモメンタムツルーワイス3で録音しております。音声はいかがでしょうか。今は空気清浄機の数を測定されているのでかなり風気温とか聞こえるかなというふうに思います。音声はいかがでしょうかという感じで聞こえます。現在はゼンハイザーモメンタムツルーワイス4で録音しております。音声はいかがでしょうか。今は静かな環境で録音しているので比較的綺麗に音を届けられているかなというふうに思います。音声はいかがでしょうかという感じで聞こえます。現在はゼンハイザーモメンタムツルーワイス4で録音しております。音声はいかがでしょうか。今は空気清浄機と換気扇をガンガン回しているのでかなり騒音のある環境かなというふうに思います。音声はいかがでしょうかっていう感じで聞こえます。現在はゼンハイザーモメンタムツルーワイス4で録音しております。音声はいかがでしょうか。今は空気清浄機の音をガンガン当てているのでかなり騒音のある環境、風切りようのある環境かなというふうに思います。音声はいかがでしょうかっていう感じで聞こえます。ということでゼンハイザーモメンタムツールワイス4、ここまでざっくり見てみたんですけれども、これめちゃめちゃ完成度高い気がしますね。まあ、3と4でほとんど見た目上は変わってはないんですけれども、音質の向上はもちろんモニキャン性能もかなり向上しているし、操作性もかなり良くなっているし、まあ、できることも増えているっていうことで、ゼンハイザーモメンタムツールワイス4は、まあ、2024年の個人的にはベストバイに余裕で入ってくるようなイヤホンかなというふうに思います。まあ、今のところちょっと懸念点なのが、先ほども言った通りゼンハイザーモメンタムツールワイス4の外音取り込みにした時にちょっと左耳の方がチリチリって聞こえてくるのと、モメンタムツールワイス3でやったバッテリーの故障問題がどんだけ起きるのかっていうのがちょっとした懸念点かなというふうに思います。まあ、左耳のチリチリ音に関してはちょっと多発するようだったら一回ゼンハイザーさんに問い合わせてみようかなというふうに思います。ということでゼンハイザーモメンタムツールワイス4のファーストインプレッションとして3とちょっと比較しながら音質だったりデザインだったりノイキャン性能だったりを見てきました。ゼンハイザーモメンタムツールワイス4はこれまでのイヤホンを凌駕するようなデザインだったり性能ということで、ゼンハイザーモメンタムツールワイス4はこれからがっつり使用してみて、レビュー記事だったりレビュー動画にて結局どうだったのかっていうところをお話ししていこうかなというふうに思います。というところで今回の動画は以上となります。このチャンネルではこんな感じで最新のイヤホンに関しても動画をよく発信しております。これからもね、最新ガジェット興味があるよって方はグッドボタンとチャンネル登録してくださると大変励みになります。いつも応援してくださる皆様本当にありがとうございます。私メガネはメガテンポというブログも運営しております。こちらのブログではガジェットレビューだったり普段の生活作業ワンランクアップできるようなガジェットハックを発信しております。概要欄のリンクはぜひとも足を運んでみてください。SNSTwitterX、Instagram、スレッズやっております。フォローよろしくお願いいたします。ということで、またいつかどこかでお会いいたしましょう。お相手は名電波のメガネでした。バイ。マジで3と4のイヤホン本体のデザイン似すぎてるんで、今回の動画で普通に取り間違えそうになりましたね。まあ、これが完成形なのかもしれないんですけれども、皆様ご注意ください。